ズルツバッハラウフェンは、ドイツビュルテンベルク州シュベイビッシュハル群に属す、マチソン。ズルツバッハラウフェンは、コッハー川の渓谷に位置している。北は、オーバーゾントハイム、北東は、ビューラーゼル、東は、アーデルマンスフェルデン、南東は、アップツグミュンと、南は、エシャフハ、南西は、クシュベント、北西は、ガイルドルフと境を接する。クビユである。 ズルツバッハラウフェンには約2000人の人口がある。これ以外の住民は55の居住区や小集落に住んでいる。この自治体はガイルドルフに本部を置くリムプルガーラント行政共同体に属している。主張の任期は8年。現在の主張であるマルクス・ボックは2006年7月23日にハイン・リヒコ・ヒエンベルガーからこの職を引き継いだ。 山頂に立つヘルベルク教会は、ズルツバッハラウフェンの象徴的建造物であり、コッハー渓谷の贅沢な宝石という記述が多く見られる。この教会は15世紀にガイルドルフコンシャクジ字獣アルブレヒトによって建設された。塔の金は1497年に鋳造された。ありがとうございます。